はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート47かな、やっていきたいと思います。空飛ぶ、あれだっけ、車が完成したところだっけ。ちょっと間が空いてしまったので、でっかい新幹線に話しかけよう。箱舟でどこまで耐えられるかわからん。それだけ。まあいいや、ちょっと乗ってみるか。乗る。ピピ、ミカミックス準備はいいのか。ほほほ、わしじゃキラー G じゃ。お主はわしが認めるテクニシャン。お主ならこの車も操れるはず。そうか、キラー G の魂はここに残っているのか。ハーゴン城の結界を壊すのじゃと。各地の結界を守る黒い魔物を倒し、ハーゴン城に乗り込め。場所は三神館から聞いたであろう。さっき話したけど教えてくれなかった。あ、地図に表示された。わしの意思はもう消えるって短かったな。話せるもか、さあ行こうじゃみたいな。振り向くな、諦めるな、進めミカミックスって最後だけなんか流暢に話してんな。車で空を飛ぼう。飛び立つ、高度を下げる、レーザーを撃つ。飛び立つ、おお、すげえ。ちょ、待って、なんだこれ。レーザーっていうのミサイルじゃん、これ。進めねえんだけど、どうすんだっけ。こう。ほ、本当に飛んでるみたいなこと言ってる。これも箱舟も飛んでんのか、今。で、どこ、とりあえず行くか。目印の方向に行こう。これでいいのかな。すげえな、これ。飛空艇超便利なんだけど、黒い魔物を襲ってきたって。え、あ、これか、レーザー撃ってきた。弱くね。30とか、あ、でも楽勝だ。ここに行けばいいのかな。黒い魔物を倒した、あ、倒せばいいのね。これマジで超いろんなとこ行けんじゃん。世界を探索してる暇はちょっとないんだけどね。まあ、そんなわけで、なんかありそう。なんか気になるな、塔みてえなの。気にはなるけど、まずは黒い魔物を倒していくか。もうちょっと高度を上に上げるか。え、いけない。なんかターゲットロックオンみたいなのできないの。痛っ。銃弱い。当たってね。ちょっと待って、ゴリ押ししすぎ。痛っ。ちょっと待って、これ狙いつけるのが難しい。倒した。あれか、メドーサボールか。なんかメドーサボールの黒い魔物だね。あれ、これもしか吸い寄せられてる俺。やばい、これ吸い寄せられたら死ぬよね。で、こっち行け、あれ行けねえんだけど。吸い寄せられてるから。あれ、なんだこれ、なんだ。こっち行けねえんだけど。あそこに行きたいんだけど行けない。どうして、あ、あれか、ハーゴン城だからか。回り込んでいけと。こうね。世界は広いな。どこ、もっと上か。ちょっと待って、上にやって、あれ減ってる。でもどこやってんのっていう感じだけど、減ってる。倒した。これで OK か。で、これで結界が解けました。やったのミカミックス。ハーゴン城の結界は全て壊せたようじゃん。ほんほんほん、入り口はこっちじゃぞい。え、なんでこいついるの。もしかしてこいつは悪の元凶とか。許さん。俺のレーザー砲を浴びせてやろう。どっちだか、ちょっとさ、あれが難しい。その視点が難しいんだけど。まずはね、目的地に進んで。これってさ、あの、壊れんの、こういうの壊せはしないか。さすあれ、ちょっと待って、なんかこれ以上進めない。これ吸い込まれるの。お前何者だ。死ね。ダメだ、全然ロックオンみたいなのがないからね。ちょっと待って、まだだね。ここに着
陸するのじゃ。はいはいはい。あ、これ、あ、こうか。ムムどうした、ハーゴンにやられて死んだはずだと思ったか。わしの残像のようなもの、この残像も幻の世界とともに消える。ミカミックス、空っぽ島では結局ゆっくりと話せなかったの。お主が石板に触れ物を物作りで満たすたび、わしは自分の記憶を取り戻していった。この幻の世界の各地で物を作った古のビルダーとはわしのことだったのじゃ。古のビルダーって人間じゃなかったんだ。大きい土か。ローレシアの幻に足を踏み入れた。物作りなきこの世界で必死に物を作った。大樹もゴーレムもムーンブルクの城も、そして各地のビルダーの金やパズルも。やがて教団に追われたわしは空っぽ島に行き着き、そこで力尽きた。あの島にわしという物作りの意志だけが残った。わしは嬉しかった。お主がこの世界に物作りを復活させてくれて。お主はわしなんかより断然すごいものを作った。ゲー、違うでしょ。この世界を作ったのお前だろ。ムーンブルクの城とか一から作ったんでしょ。指導のもとへ行くんじゃろう。青い炎を目印に進めば城の深部にたどり着く。もし道を遮る敵がおっても、所詮は幻。ためらわず前へ進む。さすれば立ちどころに消えてしまう。無視しろってこと。あれ、あ、まだ動けないか。お主にはちゃんと礼を言いたかった。この年寄りにもう一度夢を見させてくれてありがとう。年寄りっていうか死体でしょ。腐ってないだけまだマシか。腐った死体に比べるわ。この炎を目印に、どっちどっちどっち。いきなり目印がなくなったんだけど。あ、こっちか。え、でした。ここなんか玉座っぽいね。座る、座れるんか。ゆっくりしていこう。あそこに炎があって、あ、こっちか。あ、あ、あ、分かんない。ほう、貴様かビルダー、ここはウジ虫が這い回っている場所ではない。消えるがよい、私の怒りに触れる前に。はぁ、ちょっと待って、吸い込まれてるんですけど。これ無視しろってこと。ハーゴンもだってもう死んでるから、これ実体じゃないんだよね。なんかそんなこと言ってなかったっけ。どっち。とりあえずこの青い炎目印に行けばいいよみたいなこと言ってたからね。あ、こいつあれじゃん、衝撃波はここまでか。2回衝撃波があった後、ちょっとあれだね、楽勝だ。アトラスの影を超えたか。ギルダーはゴミ掃除が得意なようだな。何もしてないけどね。いずれはそれも無に消すつもりだったんだ。礼を言うぞギルダーよ。いや、人助けをするっていいことだね。ハーゴンは人じゃないか。ハーゴンって人な、神官だけどさ、元は人なの、魔物なの、わからん。そういえばわからん。でもなんか人、え、今度何、人っぽいよね。今度バズズか。これはイオナズン唱えてんね。イオナズンが終わった瞬間駆け抜ければ OK。 うわっ、なんだ、めっちゃ引き寄せられるぞ。バズズの影を超えたか。これで我が城が少しは静かになった。悪くない働きだビューだよ。じゃあなんかボーナスくれよ。で最後がベリアルか。そうするとどちら、こっち。うん、青い炎があるね。こっちへ進んでいきますか。自分が今どこにいるのか全く分かんないんだけど。あれ、なんかでも青い炎なくなっちゃってない。あ、あ、いた。こいつは、え、何してんの。おたけびをおたけびを叫んでるだけなんだけど、今までで一番弱そう。しかしこの足場が悪いところだと大したことなかったわ。ベリアルの影も超えたか。
超えたかっていうかさただ無視しただけなんだけど、これでゴミは全て消えた。悪霊の神々といえど私の役に立たんならただのゴミ、そいつらはもう何の期待にもしておらぬ。さあそなたもここから消えよ。ウジ虫が大神官たる私を煩わすではない。あ、めっちゃ真っ暗。ボー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 って、ちょっと待って、ひどくない？超罠なんだけどなんかちょっとさ、お、これからみたいな、ゾーマっぽい演出だったよね、どっちかっていうと。え、ちょ、ないあ、でもこれは別にはめられたわけじゃないか、正規ルート。ちょ、ほんとわかんねえんだけど、何これ、欠陥だろこの城。しかもここ埋まってるし、で一応この青い炎を目印にって言ってたから、あ、いる？いるね、ハーゴ、お前も幻なんだから消えよというのはこちらのセリフだ。ここに何の用だ？シドウ様を倒しに来たと申すのか。申すのかって、はいはいって言っちゃったよ自分の立場を考えよ。勇者でもない、そうだよね、勇者じゃないもんね、どこにでもいる村人当然だよ。マジで何なのこいつ、デジが分かんない。指導様は破壊神として目覚められお力を振るのに忙しい、しかしどうしても愛まみえたいなら呼んでみるがいい。指導呼びますかそんな簡単なの？せーの、指導って出てきた。お前か俺を呼んだのは。お前に会うのも久しぶりだな。だからこれさ、あれでしょ、どうせ幻影でしょ、俺は目覚めたぜとか言ってくるよ。ほら、破壊の神として復活できたんだからな。指導、破壊を司る邪神、貴様とのものづくり楽しかったぞ、空っぽ島も俺のお気に入りだった、だがやはり俺には想像など似合わない、破壊こそ我が喜び。ははは、ミカミックス、俺を復活させた褒美として俺が貴様を食ってやろう。これで全て終わりだ、さあ神の前にひれ伏すがよい。お前ベホマ使えんの、そもそも。え、普通に戦うのこれ、破壊神死ぬんだぜ、おたけび、いって、ベホマを唱えてこないであればちょっとご了承。いや、さすがにそこまで鬼畜じゃないでしょう。だって指導が魔法使い、指導ってあの人間体の指導ね、あいつが魔法使えるとは思わないもん。いや、なんかさ、でもちょっと隕石みたいなの出してるけど、ちょっと待って待って待って、視点がついちゃったよ。とりあえずクールクールしてやっとけば、なんか先にさ、ハーモン倒した方がいいとかある？ここさ、薬草がないんだよね。食い物はあるけどさ、結構きついな。後ろ取って、あれ、何うがー、ミカミックス、弱々しい貴様のどこにそんな力が。いや、俺今日分かんない、違う、まさかこれは俺の中にまだ。てかさ、指導ってこんなさ喋んないでしょ、そもそも喋るだろっていう。え、すげえ攻撃チャンスだ、いてー、ダメージ食らないんだよね。あ、なんか溜めてる、いってー、これ一応進めないとか。そうそう、食うか、薬草より回復するわ、よくよく思ったら。
ゴリ押そう。ここまで来たらお得意のゴリ押し。ベホーマンを使わぬ指導など、ただの雑魚よ。指導様いかがなされたのです。破壊の神たるあなた様がこのようなものに負けるはずが。まさかビルダーとの記憶が残っているとでも。今だミガミックス、俺にとどめをさせ。これでさよならだ。お前に会えて嬉しかったぜ。さあやるんだミガミックス。さよなら。容赦はしない。まさか破壊の君、破壊の神がビルダー風情に。確かにそうだよね。ビルダーごときでなんで指導が倒せんの。どっちを先に調べる。ハーゴン様の元へ行くか。おらこいつは悩んでんな。まあ悩むのも人生には必要なことだ。返事がない。ただの屍のようだ。しかしわずかに指導の力を感じる。ミカミックス、どうすんの。なんかかっこ悪いんだけど。いや、よくわかんないままイベントが進んでいる。またここか。これは意識の中か。何も見えない。何も感じない。俺は死ぬんだな。だが何か大切なことがあった気がする。俺はずっと誰かを待っていたような。え、何も見えないんじゃないの。パンチ。そうだ、俺はあいつと。どこだ、まあ、見えないからね。どこにいるかはわからない。てかあの玉なんだっけ。あの玉っていうか、さっき俺が持ってた玉。普通スタミナが無尽蔵だな。あ、走ってるわけじゃねえや。走ってるボタンを押してるけど走ってるわけじゃない。調べるってここじゃないと調べられない。奥行きすぎると調べられないんだけど。懐かしい気配がする。手を伸ばしますか。はい、そこにいるのか。ハーゴンまだ悩んでんな。あいつ、指導の声が聞こえた。はてなはてなはてな。いる？あ、いるね。はは、やっぱりお前か。バカな、なぜ貴様が。俺との約束守ってくれたな。お前の剣まあまあ効いたぜって。完全に殺したんですけど。それほどまでに強い絆で。話は後だ。あいつをギタギタにしてやろうぜ。おのれ。なんだ。ははは、そうか。これは残留思念。これもこの時が来るのを待っていた。完全に解放された指導。我は想像に満ちた世界に生まれいずる破壊の神。我が前に全ては滅ぶ。指導完全体か。ビルダーの悪しき記憶から解かれ、真のお力を取り戻されたんですね。なめやがって。まあ確かにこっちももう二人だからね、小僧。貴様は我の弱さの証、この世界にあるまじき者。今すぐ消えよ。
聞かせよハーゴン、何時の望みを。ほう、幻の世界を壊しそのまま現実世界をも破壊するか。面白い、その破壊の執念褒めて使うぞ。破壊してどうすんの。ハーゴンってなんでさこんなに破壊衝動に駆られてんの。ローレシアもサマルドリアもムーンブルクも今度こそ全てを壊す。奴らにはもう何もできない。外まで吹っ飛ばされてるし。てか俺がいない。ここはどこだ。俺は一体。赤い空。まさかここは地獄か、それとも天国ってやつなのか。あいつはどこだ。結局素手だからな俺。向こうに向かおう。シドウ仲間になっても素手じゃん。シドウの持ち物なんて持ってたっけ俺。ミカミックス大丈夫か。あ、車がある。起き上がれ、返事をしろよ。なんだよこれ、地下。冗談はよせよ。なんだ、生きてたのわかんねえ。シドウに隠れて見えなかったんだけど。薬草を作ってくれ。バカよね、俺は破壊神なんだぞ。それに今まで何度やってもシロならできる。何かないか。確かに薬草って言われても。あっちまで行くってこと。行くか。じゃあちょこいつ走れねえんだけど。薬草で治んの。しかもこれはほいほいほい。薬の葉、作業台を使って。よし、試してみよう。薬の葉、何度も隣で見てきたんだ。いつもこうやって。そう、ダメか。いや、もう一度だ。え、薬の葉まだあんの。さっきので消耗したんじゃないの。だってさ、薬草作るのにハンマーなんていらねえだろ。力技すぎだよ。やはり俺にはものづくりなんて。いいや、まだだ。諦めたらそこで試合終了だよ。そんなに気合い入れて作るもんなの薬草って。大変だな、道具屋さんも。いや、もう薬の歯ないでしょ。ははは、面白い。どうしても作らせない機械を。
あいつはいつも面白そうに作ってやがった。俺だっていつもあいつのものづくり面白いと思っていた。スーパーサイヤ人になった。そうか、そうだった。ものづくりってやつは楽しくて面白いことだった。もう頭おかしくなってきたこいつ。大体ものづくりなんてさ、作り方を知ってるか知らないかだかんね。できた。本当にできたか使ってみよう。よし、あとはこれをあいつに。まあ、どうせ使えなく、使えねえ、選べねえし。一応ブロック持ってこれるんだ。いってただ選べないからね。これはさすがに素手じゃ壊せない。車乗りてこいつ車の運転の仕方わかんないからな。逆走だ。遅かったか。表情が見えないかね、ここからだと。あんまりさ、病人をゆすらないでほしいな。悪化しちゃうよ。のんきに伸びなんかしやがって。久しぶりだな、元気だったか。何怒ってやがるんだ。何、勝手にさらわれたり別れを言って消えたりするからだと。もう勝手なことはしないぜ。だから怒るなよ。ムーンブルクでは意地になってた。見ろ、うん、何か光った。あそこにバカでかい力がある。あれはきっとあの化け物とハゴ。これなんだっけ、本当なんだっけ、この玉。壊せる。ヒットポイントは全開だね。さっさと片しに行こう。お前の装備がない。渡したいものがある。指導のコンボ弱そう。わざわざ持ってきたのかって。初期装備やん。ちょっと強いの持ってこいよ。しかもさ、これこっちから行けなくね。え、お、行けた。なんだこれ、知らない間にこんな面白いもの作りやがって。まあ、確かに運転はしたいよね。これで倒せないかな、もうミサイルで。もうちょっと高度上げよう。いや無理だろうな。うちの箱舟どうなってる。こう生きていたか。これか、あ、変えらんないや。角度変えられるかなって思った。指導、最悪の最悪、破壊神。震えていれば良いものよ。自ら死に来るとは酔狂なものどもだ。世界が滅ぶ様を見たくはないのか、全てが消えゆく音を聞きたくはないのか。よかろう、全てが無に帰す前に我が破壊してくれ。
ハーゴン飛べるんだ。本当何者なんだハーゴンって。え、これで戦う？またクールクールしながらレーザー、うん、いやもう多少強引に行くよ。いや全然減らないんだけど、多分これあれだよね、上下で回避しようってことだと思うんだけど、回避できないんだけど、あ、こういうことね。俺に任せろ。ああ、弾いてくれ、勝手に弾いてくれんね。いや、これどんだけかかんの？全然減らねえんだけど。レーザーの攻撃力とかって、まあ、何にも依存してないんだろうけど。あれ、なんか当たった。あ、地道か。ちょ、待って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 、闇のオーラを守った。レーザーは効かない。待って、け、食えない。こいつはやばい。ははは、これが破壊神様の真の力だ。ハーゴン、貴様はどうして破壊したいんだ、壊して何がしたいんだ。確かにそれは気になる。貴様らのようなゴミクズどもに私の考えは分かるまい。そうだね、全く分からんわ。近く、グハ、保釈だ。あのデカブツまだまだ強くなりそう。どうにかぶっ倒す方法を考える。ほらよ、ゲー、お前なんでそんなもん持ってんだ。攻撃を耐えろ。全然耐えられないんだけど。全然かわせないんだけど。またお前か。どうだ、そろそろ理解できたか。貴様はいいのか。世界が滅べば全部なくなる。貴様のハーゴン教団も、それは当然のこと。私はすでに死んでいるんだ。肉体も夢も愛も信念も全ての分。貴様は感じるのか、終わりゆく世界の美しさを、消えゆく天地の神々しさを。私は見たい、全てが滅んだ世界を。そして私も消える。それこそが我が望み。形あるものはいつか壊れる運命、創造と破壊はいつも対極にある。貴様らには何もできぬ、貴様らには何も変えられぬ。俺は見てきた、モンゾーラでもオッカムでもムンブルクでも、ハイジを作り、バーを作り、城を作り、こいつが何を作ったかを変わったんだ。そしてタイジュが壊されたとき、ペロが死んだとき、大軍が攻めてきたとき、みんな変わった。作るのも壊すのも今ある何かを変えること、どっちも同じ。それ何の魔法？亡霊のくせに。こいつで持ちこたえるぞ。いや俺は回復するけどさ、車は大丈夫なの？ここから上に行く。え、ちょっと待って、来た。俺のドライビングテクニック大したことないかな。ダッシュみたいなのできないよ。だって来たら上に逃げる。なんだろうこれ。これ何、イベントでいいの？また来た、しぶといやつらめ。まだ死ぬ覚悟ができんのか。なぜ歯向かう、なぜ神としての運命に、滅びの運命に従わないのか。どうして自分でも決めてないことに従わなきゃいけないんだ。我々を倒してどうする。またあのくだらぬ世界に戻り物を作るのか。人間の欲は果てしない。作れば作るほどあれも欲しい、これも欲しいとほざき出す。そして結局は全てが壊れる。ならば最初から作らぬ方がいい。それはそれで面白い。壊しても壊されてもまた作る。それが俺たちだ。
お前も懲りないな。なんでこの前に出てくんの。貴様は生きていた時何がしたかった。作りたかった。全てを壊して自分の理想の世界を。貴様もこいつと変わらない。悪くなかったって貴様が作った幻の世界。貴様がいたから俺はミカミックスたちに出会えた。この世界があったから物を作れた。ハーゴン、そろそろお別れだ。次に生まれてくる時はいい仲間に出会えるな。ぐわー、仲間物作り、くだらなく全てヘドが出る。だが見事神を滅ぼせば認めてやろう。仲間の価値を物作りの尊さを。弱っ。あとはあのデカブツだけ。あいつに攻撃を当てる方法思いつかないか。全く思いつかないんだけど。ここで作るの。よく落ちないな。体重の力がレーザーに宿った。どうして。もう理屈ではない、感じるんだ。体重の力、モンゾーラで作ったやつ。紫色の弾を壊してあいつにレーザーをぶち込んでやるよっ、ね、これどうせまたさ、モンゾーラとかさ、オッカムルとかさ、なんか全部の力を集結させてどうちゃらこうちゃらみたいな流れになっちゃう。これ反撃がいいね。あの岩を反撃してくれるとめちゃくちゃダメージ当たる。ちょっとは強くなってるか。これこれこれ、これをさ、長い段階になりそうだ。ただヒットポイントいくつだよこいつ。ほら返せ。これ全部全弾弾き返したいんだけど。岩は指導が返してくれるからね。力を解放した。え、今度は何いって。今の攻撃なかなか効くな。どうにかして防ぐ方法はないか。完全にこっち人頼みだな。別にいいけどさ。鏡バリア、ゴルドンに装備させたやつ。赤い光線が出たらタイミング合わせてバリア、あいつの攻撃を弾き返してやろうぜ。ちょっと待って。あ、三角ね。待って、まあ、でも当たったわ。あ、押してる間ずっとバリアじゃん。これ返せ返せ、全部白を頼む。じゃあもう全弾返そう。おお、いいね。力を解放した。ちょっと近いんですけど。痛い。いよいよ本気を出してきた。だがあいつが近づいてきたら逆にチャンス。あいつに何かすげえのをぶち当てよう。ミナデイホー、そう来ると思ったんですよ。これでミナデイホーが撃てんの。俺たちなら必ず勝てる。とんでもない車だなこれ。丸ボタンがミナデイホーです。待って、え、どういうこと。ミナデイホーが防がれた。そんなこと言ってもさ、知らんよ。ミナデイ砲のタイミングが分かんねえんだけど。死にそうだ。
ままそのまま倒そう。半分以上ある。あ、これ近づいてきたら、あ、そういうこと。もう一発1102でもさ、ちょっとしか減んねえじゃん。あ、どっちも999。戦いの終わりは近い。いや、俺の死も近いんだけど。死にそうだ。俺の力が尽きるか。もう一発いける？もう2ターンかかるかな。当たりそうで当たったこれ撃てる。ちょ勝手に撃っちゃったんだけど。己神を殺すか。違うな、ぶっ壊すんだ。新しい世界を作るために。新しい世界にお前はいらん。必殺。今どこ殴ったの？頭？何か、お、指導がさらにパワーアップ。神の力を取り返したとか終わったな。俺の体に力がみなぎっている。これが神の力。やつは倒せたが、これからどうする。このままじゃ幻の世界は消えてしまう何か考えがある。何でもかんでも俺に考えさせられるな。俺は頭脳役だな。これは俺用のハンマー。え、なんて今更ハンマー。これで何をするんだ。詳しい話は帰り道でする。空っぽ島に帰ろう。そうなんだ。空っぽ島へ帰るんだ。どうやって。あのさ、箱舟の魔物たちどうなったの。帰っちゃったけどさ。最高の相棒。ようやく着いたな。いや、待って待って待って、箱舟どうなったんだよ本当に。やけに暗いが、間違いなく俺たちの島。とりあえず車だけが残った。てかチャコがメインでさ、ペロがメインでさ、アネッサがメインでさ、メインキャラクターみんな女性だな。ルルのやつはどこ行った。ルルも女性だし。うわーんって。しただ俺は死にそうだこの通り元気だぜ。全然元気じゃねえよ。死にそうだよもう。どこをどう見て俺のことを元気だと思ってるんだ。締まりのない顔に戻ってる。そうだよ、俺はもう死にそうだからな。あとを頼む。少し黄ばんだんじゃないって。きっと強く頭を打ったのね。
このままじゃ幻の世界が消えてしまう。きっと私たちも。君たち3人と船長はもともとこの世界の住人ではない。君たちだけでもなんとか逃げてくれ。この2人何か企んでる顔をしている。うん。白い神殿に行きましょう。あ、白い神殿、白爺の神殿か。用意しておいたんだ。何を？松明。雑な作り。いや、ルルについてきてっていうかさ、これでいけないの？今は使うことができない。あー、もう滅びが近いからあれか、暗くなってんのか。超めんどくせえんだけどこれ。しかも、あ、走れた。あれ、船長どうした？帰ってきたですね。この世界が幻だったなんて、もうすぐ消えちまったなんて、足は聞いてないでやす。足はいつの間にこんな世界に迷い込んでんじゃないですか。それはそれで確かにそうだよ。そう思うのも無理はない。ピコンピコン言ってるけど回復はしない。あ、いっぱいいる。お前大丈夫か。おかえりなさい。世界がこんなだっていうのに二人は相変わらずマイペースね。もういいや、話すのめんどくさい。俺にはそんな体力がないんだ。おお、ミミズ。まあ普通はなんか話聞くんだろうな。男はいいや、男はしかとしよう。おばちゃん一応女だから話しておく。おばさんとっても嬉しいわ。世界はこのままなくなってしまうの。お前ら知らん。でハゲも知らん。ゼセルちゃんには話しておこう。まさかあの大神官ハーゴンを倒してしまうなんて。しかしこの黒い世界は何でしょう。私はもう昇る朝日に沈む夕日に感動することはできないのでしょうか。大丈夫だ、君のためにこの世界は復活させる。男どもはさ消えていいけどさ、お前もいいよ消えて。女性だけ残すみたいな選択肢ないの。なんということでしょう。無事にお帰りになったのですね。私はこの滅びゆく世界を二人なら何とかしてくださると信じています。そうだ、君のためだったらこの世界の一つや二つ。話す。どこ、ここ。ちょ、お前じゃないよチャコ。重なってんだけど。みんなとも話ができた。うん、した。いや、お前はいいよ、来なくて。一生のお願いっす。俺、幻と消えるなんて嫌っすよ。いや、お前は消えるよ。残念ながら。必ず何とかしてくれそうだと。新しい世界を作る。今の俺には神の力が宿っている。神の力でこの幻の世界を作り直す。そうすれば何も消えずに済む。うん、そんなすげえことはできるけど、新しい世界にお前の居場所はないぞ。せっかく神の力を失ってしまうのではないですか。それが何か問題なのか。一応準備はもう準備とかないからね別に。え、全部なくなるってこと、今まで作ったやつが。まあそれはそれでいいや。ちゃんと言ってなかったな。言いたいことや聞きたいことはまだまだある。悪くないコンビだったな。うん、まあそのまま。俺は破壊神として世界を壊す運命。だがハーゴンは最初にこうも言った。破壊の神とビルダーが出会ったのも運命。くだらない運命はぶっ壊した。あとは俺たちで新しい世界を作ろう。
俺としては普通に元の世界に帰りたいんですけど。よっ、現実世界を忘れ幻の世界に生きる。完全なる引きこもりだな。これで一旦終わりか。大体こういうのはこっからが始まりだからね。飛ばせないかな。飛ばせない。今朝焼けの空を見上げて、しきりにこの履き潰してきた靴の数と同じだけの夢たち、時には見失って探して、やがて追いつき、この道我が旅果てしなく続く、出会いと別れを繰り返しながら、今夢を熱く燃えたぎらせ、明日へ明日へ歩き出す。ぬくもり続けてる夢たちと影帽子が道連れ、雨も風も日照りも嵐も友達だった。この道我が旅果てしなく続く、出会いと別れを繰り返しながら、今夢を熱く燃えたぎらせ、明日へ明日へ
これで世界は消えることはない。ずっとこの島で物を作っていけるぜ。最初から気になっていた。お前の背中のその本、結局何なんだ。一体何が書いてあるんだ。ちょっと貸してみろ。攻略本なんじゃん。これがこの本の名前だな。何何、私がビルダーになったら。この落書き、でかい木にゴーレムにしろ、ヘンテクな乗り物。お前まさか、今まで作ってきたもの全部ガキの頃に書いた落書きを見たのか。やっぱり根っからの。そして歴史は続いていく。ビルダーのものの作りも終わることはない。世界をビルドせし者、フィン。セブしまーす。じゃあ、続きからのクリアデータを読み込んでみましょう。こだわりミカミックス、起きろ。え、こっからこいつこんなとこで寝てたの。世界は消えずに済んだ。これからは何にも邪魔されずに好きなだけものを作れる。何から作る。完全にこれあれだな、現実世界から逃げ出してきた人だな。ルル王国の新しい建物作りをお願いする。天まで届くルルタワー、助けてくれ。こっちに来てくれ。やまびこの笛を使う。ポストに手紙が届いたとか。持ち物を落としていった。落としていったっていうかさ、け、何これ、そういう渡し方。何なんだ、持ち物がいっぱいって。え、マジかこれ。いや待てよ、箱に預けてこなきゃいけないよね。破壊の砂とか。まあとりあえずじゃあ道具整理しないといけないんで、まああと1回くらいはちょっと動画にしてやってみる。まあ1回くらいっていうか、この後何するか分かんないんだけど、ちょっと霧のいいところまではじゃあ行こうと思います。とりあえず今回クリアしたということで、これで終了したいと思います。一旦中締めで、ドラクエビルダーズ2、最後までご視聴ありがとうございました。まあちょいちょい、もしかしたら内容によっては動画をこの後も上げていくかもしれませんので、まあその時は、ぜひ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。